リーサ・マーカウスキーは、アメリカ合衆国の政治家。共和党所属で、アラスカ州から選出された初の女性上院議員。共和党恩恵派。アラスカ準州で生まれ、ジョージタウン大学卒業後、ウィラメット大学で、博士号を得る。ウィラメット大学在学中に、国際商科大学に1年間留学を経験した。1998年に、アラスカ州下院議員に選出される。 2003から2004年の州、会員多数党員内総務に指名されたが、2002年に父のフランク・マーカウスキーがアラスカ州知事に就任して空席となったアラスカ州選出上院議員の後任に父フランクから指名され就任し、2004年の選挙で再選された。初の女性上院議員、レベッカラ・ティマー・フェルトンから数えて32番目の女性上院議員。 プッシュ政権では、東、アジア太平洋委員会委員長を務め、東アジア政策の責任者として、手腕を振るった。元アラスカ州知事サラ・ペイリンの政敵としても知られ、2010年の中間選挙では、予備選でペイリンがオスティーパーティー候補のジョー・ミラーに敗北したため、共和党の指名候補から外れて、投票用紙に名前が事前に記されていない。 記入候補として出馬することを信じられた。しかし、現職の利点を生かして有利に選挙戦を展開。2010年11月17日、投票用紙の確認のために遅れていた開票作業の目処が立ち、リーサ・マーカウスキーの当選が確定した。二大政党制の確立されているアメリカ政界では、記入候補としては、ストローム・サーモンド以来56年ぶりとなる史上二人目の 勝利だった。2020年6月、ドナルド・トランプ大統領がミネアポリスで発生した反人種差別デモを収集できずにいる事態をジェームズ・マティス元アメリカ合衆国国防長官がアメリカ人を分断しようとしているとして批判。直後にリーサは共和党関係者としていち早くワシントンポスト紙を通じてマティス発言指示を表明した。これに対して トランプ大統領は2022年にリーサが再選を目指す時期になれば失職させるためのキャンペーンを展開するだろうとのツイートを行っている。ありがとうございます。